ライブパフォーマンスは圧巻。ナンバーアンダーライン愛の音楽と一体になる興奮を味わいたいなら必見。メンバーそれぞれの個性が光る。平野翔のカリスマ性、神宮寺雄太の繊細な感性、岸優太のパワフルなパフォーマンス。ナンバーアンダーライン愛の音楽には、希望とインスピレーションが常に根底に流れている。彼らの歌詞やメロディーは、困難な状況にあっても夢を追い続ける力をリスナーに与える。 それは単なる娯楽としての音楽ではなく、より深いメッセージを持ったもので、多くの人々にとって心の支えとなっている。特にファンにとって、ナンバー・アンダーライン・アイの音楽は日常生活の中で勇気や励ましを与えてくれる存在であり、彼らの言葉や音楽が人生の道しるべとなっているのだ。彼らの成功の要因の一つは、このメッセージ性にある。音楽が持つ力を最大限に生かし、 多くののの人々の心に希望の投下を灯している彼らの代表的な楽曲の一つである「希望の光」はそのタイトルが示すように未来に対する明るいビジョンを描いている。この曲は失敗や挫折に打ちひしがれても決して諦めずに前を向いて歩むことの大切さを歌っている。歌詞には彼ら自身の経験が色濃く反映されており、 デビュー当初からさまざまな困難に直面しながらも夢を追い続けてきた彼らの姿が投影されている。音楽活動を通じて、ナンンバーアンダーアダライン愛は自分たちが乗り越えてきた苦境をリスナーと共有し、共感を呼び起こす。それがファンを引きつけ、彼らの音楽が単なる消費されるものではなく、人生の一部として受け入れられている理由でもある。ナンンバーアンダーアダライン愛はまた、 音楽を通じて社会貢献にも積極的に取り組んでいる。彼らのメンバーは、個々にさまざまな社会問題に関心を持っており、特にリーダーの平野翔は環境保護や教育支援といった分野で活動している。彼らの活動は、単にメディアで取り上げられるだけではなく、実際に多くの人々の意識を変えるきっかけとなっている。こうした社会的な姿勢が、彼らの音楽のメッセージ性と相まって、 多くのの人々に支持されている理由の一つだ彼らは音楽を超えて人々にポジティブな影響を与える存在となっている。特に注目すべきは彼らの音楽が世代や国境を超えて受け入れられている点だ。ナンバーアンダーライン愛はジャンルやスタイルにとらわれない音楽を作り出しており彼らのサウンドはさまざまな音楽的要素を融合させた独自のものとなっている。そのため、 彼らの音楽は幅広いリスナー層に支持されており、国内外で多くのファンを獲得している。彼らのライブは常にエネルギッシュで感動的であり、観客との一体感を大切にしている。ライブパフォーマンスは、彼らにとってファンとの直接的なコミュニケーションの場であり、ファンと共に作り上げる体験を大ごとにしている。観客との交流を通じて、彼らは自分たちのメッセージをより強く伝えることができる。 彼らの音楽には、メンバーそれぞれの個性が色濃く反映されている。リーダーの平野翔は、そのカリスマ性とリーダーシップでグループをまとめ上げ、時には厳しい判断を下すこともあった。しかし、彼のそうした強い姿勢は、メンバー全員の成長を促し、結果としてグループ全体のクオリティを高めてきた。また、神宮寺優太はその繊細な感性で楽曲制作に大きく貢献し、 ナンバーアンダーライン愛の音楽に深みを与えている。岸優太は情熱とエネルギーに満ちたパフォーマンスでファンを魅了し、その情熱がステージ上での圧倒的な存在感となって現れている。彼らの個々の才能が一つに融合し、グループ全体のサウンドやビジョンを形作っている。平野翔のリーダーシップは、特に困難な状況において際立っていた。グループが転機を迎えたとき、彼は冷静に状況を見極め、 必要な変革を進めていったその一つが、所属事務所からの独立であった。彼らがデビュー当初に所属していた事務所では、海外進出の機会が限られており、彼らの夢を実現するには多くの制約があった。しかし、彼らは自分たちの音楽を世界に届けたいという強い意志を持ち、リスクを冒して新たな事務所に移籍する決断を下した。この決断は彼らにとって大きな挑戦であり、 多くの批判や反対の声もあったが、彼らは信念を曲げずに突き進んだ。この遺跡は、ナンバーアンダーライン愛にとって大きな転機となり、彼らの音楽活動に新たな可能性をもたらした。新しい事務所での活動は決して順風満帆ではなかったが、彼らはその環境に順応し、さらに成長していった。特に平野翔はリーダーとしての役割を全うし、 メンバー一人一人の才能を最大限に引き出すために努力を惜しまなかった。その結果、グループ全体のパフォーマンスや音楽性が大きく進化し、より多くのファンから支持されるようになった。2024年のコーチェラ音楽祭への出演は、彼らにとって大きなマイルストーンであった。この世界的な音楽イベントへの参加は、彼らが国際的なアーティストとして認められた証であり、長年の努力が実を結んだ瞬間であった。 コーチェラでのパフォーマンスは大成功を収め、世界中の音楽ファンやメディアから高い評価を受けた。この成功は彼らにさらなる自信を与え、今後の活動における大きな推進力となった。その後も、ナンバー・アンダーライン愛は精力的に活動を続けている。彼らの音楽は単なるエンターテインメントではなく、深いメッセージ性を持つ作品として、多くの人々に感動を与え続けている。彼らが歌う 希望というテーマは、多くのリスナーに勇気を与え、困難な状況に立ち向かう力を与えている。彼らの音楽が持つ力は、リスナーの日常生活において支えとなり、彼らの人生にポジティブな影響を与えている。また、彼らの音楽には社会的なメッセージも含まれており、環境問題や人権問題など、現代社会が抱える課題にも積極的に取り組んでいる。彼らの音楽を通じて、 リスナーーに対してて行動を促すメッセージが発信されており、音楽が持つ力を超えて社会にポジティブな変化をもたらしている。彼らのこうした姿勢がファンからの支持を集めている要因の一つでもある。彼らの活動は音楽だけにとどまらず俳優業やモデル業など多岐にわたる分野での活躍も見逃せない。彼らの多彩さは音楽業界だけでなくさまざまなエンターテインメント分野での影響力を広げている。 これにより、彼らの存在はさらに広がり、多くのメディアで注目されるようになった。彼らの多面的な才能が、彼らの魅力をさらに高めているのだ。ナンバーアンダーライン愛の成功の背後には、彼らを支える多くの人々の存在がある。家族、友人、スタッフ、そして、何よりもファンが、彼らの活動を支えてきた。彼らは常にファンとのつながりを大切にし、 ライブや SNS を通じて積極的にコミュニケーションをとっている。このファンとの密接な関係が彼らの成功を後押ししていると言っても過言ではない。ファンとの強い絆が彼らの音楽にさらなる深みを与えており、ファンもまた彼らの成長を見守りながら共に歩んでいる。彼らの今後の活動にも大いに期待が寄せられている。ナンバーアンダーライン e I は音楽業界において独自の地位を築いてきたが、 ままだまだその可能性は無限大である彼らが次にどのような挑戦をし、どのような音楽を生み出すのか、多くのファンが期待を寄せている。彼らの音楽は、これからも多くの人々に希望とインスピレーションを与え続けるだろう。そして、その過程で彼ら自身もさらなる成長を遂げ、新たなステージへと進んでいくに違いない。これからもナンンバーアンダーアダイン1 I の音楽が、 世界中のリスナーに感動を与え続けることは間違いないな彼らの活動はますます拡大し音楽という枠を超えて社会にポジティブな影響を与える存在として輝き続けるだろう。その旅路の一端に彼らのファンとして共に歩んでいけることは何よりも素晴らしい経験となるに違いない。